それこそね、はい、まあ現役時代ね、リュウジ君は足がマジででかいんですよ、はあ、足のサイズ、はい、30センチですよ、定規じゃないですか。本当にだから、はい、なんか測るときはこう、あ、90センチ。そう、足が大きくて、はい、でね、まあそれこそこの、昔の話になりますけど、2014年かな、チャンピオンシップ、フラーレッツとやってたんですよ、はい、2004年チャンピオンシップやった時に、はい、ウアーレッツとね、はい、リュウジ君がセンターバックやってたんですよ、はい、でね、エメルソンって、まあ、知ってる方がたくさんいると思うんですけど、めっちゃ足速い選手、元コンサドーレ札幌、北海道コンサドーレ札幌の選手なんだけど、その選手をね、もうみんな止められないんだけど、リュウジ君がめちゃめちゃ止めるの、この足の大きさでみんなそう言ってましたね。本当に引っかかるの。なんか馬があってね、そう、すごくて、神がかりディフェンスみたいな。へえ、あ、そうなんですね。伊達じゃないと足の大きさはみたいな、あの時みんなでちょっとこうチームメイトで盛り上がってたみたいな。足の大きさしか言ってないけど。そう、それがちょっとね、あのフック、話題のフックになったんですけど、まあ、でもそのくらい体重がめちゃめちゃ強かったみたいな。っていう話があったんですよね。ちなみにその試合僕出れなかったです。松さんか俺かで、宇多田監督が僕を選んでくれました。だからあれはホームアウェイですね。そうだね。ホームで決めてます。第1戦決めてますし、得点を。そうです。で第2戦で PK まで PK で勝ったっていう。でももう大殊勲者です。すごい。2014年一応俺は、あ、2004年か、2004年優勝したぞって歌ってますけど、もう殊勲者こっちですからね。チャンピオンシップ回ってる方いるな。一応そうやって言ってますけどね。